はい、ゆかりんですよ。思いは伝えられた？どうかな。多分。でも恋が叶ったわけじゃないし、大体魔法の効果なんてなかったし。そうか？あなたが魔法をかけたって言うから、私は。生意気な妖精の怪しい魔法をかけてもらった女の子。魔法の効果を感じることなく、女の子は自分の恋を叶えるために努力をし、多くの時間を費やしました。手紙を書いてみたり、恋占いをしてみたり、女の子は少しでも可能性のあることを思いつく限り全て試していったのです。睡眠薬について調べてみたり、乙女心を学び、必殺技の練習をしたりもしました。恋の役に立つかはわからないけど、歌って踊れる女の子を目指したり、声で演技をする練習までしました。たまに全く役に立たないことにチャレンジしてしまうこともありましたが、女の子は自分の気持ちに正直に行動することにしたのです。そして最後には自分の気持ちを形にし伝えました。私の恋が良くなったかどうかは分からないわ。少なくとも叶ってはないけど。ふん、さっきも言ったろ、俺の魔法はな、恋が成就する魔法じゃない。まあ恋の妖精である俺に無理なわけじゃないけどね。お前の恋に必要な魔法をかけたまでだ。必要？何にもかかってないじゃない、この詐欺師、詐欺妖精、虫けら。例えばお前が前のまんまだったとするだろう。妖精は女の子に自分の魔法の説明をしました。どうやら妖精は毎晩落ち込むばかりの女の子の姿を見て、その恋が成就するための秘訣を魔法にし、女の子にかけたのです。俺がかけた魔法はお前に勇気を与える魔法なんだ。勇気？恋に勇気なんて必要なの？恋を前に進めるためには必ず勇気が必要なんだよ。恋の成功は相手に思いを伝えるところから始まるのさ。そっか。恋だけじゃないぞ、大切に思うものにはちゃんと思いを伝えた方がいい。大きな声で気持ちを込めてな。そうすることで幸せな時間を過ごせるんだ。そんなもんさ。急に真面目に。ん？何か言ったか？そうね、いつも思いを伝えられない相手にもチャンスがあるときにちゃんと伝えた方がいいのね。あの時俺に夜の虹を見せてくれただろう。うん、あの虹にだって光り輝く自分を見てほしいって気持ちがあって、夜でも一生懸命に光ってその思いを伝えてくれたんだ。ただの塵じゃなかったのね。なんかちゃんと思いを伝えてもらうのっていいね。思いを伝えてもらって伝えてあげて、今日はそん
を考えるのにぴったりな夜ね。それで？伝えた後はどうすればいいの？松野さん、伝えた時の思いを大切に胸にしまって待てばいいんだよ。待つの？それだけ？それで叶うの？恋は叶う叶わないが大事なんじゃないんだよ。大事なのは自分の気持ちさ。もう一人月の下で涙を流すことはない。思いを伝えた自分の勇気に自信を持って明るい光の下で過ごせるはずだぜ。妖精の魔法をかけてもらい、勇気を出して思いを伝えた女の子。その恋が叶うのかどうかは分かりません。でもそれによって女の子は恋する気持ちを持ち続けることができたのです。大切な思いでもちゃんと伝えないと相手に伝わりません。皆さん、どうか伝えてください。大切な人に大切な思いを。